それでは発表します。イントロダクション a ストラクチャルパターンマッチングということで鈴木隆典が発表します。日本語で言うと構造的パターンマッチング入門っていうタイトルになるかなと思ってます。ちょっとこれは翻訳いろいろあるかなと思うんですけど。 で今日話す内容ですけどその構造的パターンマッチングっていうものを、まあ、今日なんでトークでこんなことを話したいのっていうモチベーションとゴールを言った後とに、まあ、新機能なのでその新機能こんなのあるよっていう話をしてメインはまず、えー、とパターンマッチングの構文の話をした後にパターンがいろいろあるんでそこを何て言うんでしょうねコード例を踏まえてなたくさん話をしていきたいなと思っております。 で、えー、こ私あの別に写真全然撮ってもらって構わなくて、あのそれをツイートなりなんなり、えー、と世界中に上げていただいて構いませんので、ご自由にどうぞということで、えー、あスライドも全然撮ってもらって大丈夫ですが、まああで言いますけどあのネットに上げてるんで頑張って写真撮らなくて大丈夫です。えー、シャープパイコンエイパックここは4なんでシャープパイコンエイパック4です。はい、ぜひどうぞシャッターチャンスです。 はい、でスライドはこのスライズ .taka.net ていう私のサイトに過去のスライド全部あってでここに行くとこの丸で囲ってるあたりからこのスライドが見れます同じものが見れるはずですなのでコードとか手元で見たかったり後で見返すときにも使ってください、はいえー、自己紹介を最初にします鈴木隆則といいます PyConJP、えー、アソシエーションのチェアパーソンをやってます、えー、とアソシエーションというのはあと、まあ、でいいやい,いや PeopleOut i というところでも働いてますあといろんなコミュニティにやったりしてます でパイコン JP アソシエーションっていうのはこのパイコン JP のイベントの主催とか実,実際の運営はイベントスタッフがやってるんですけど、えー、とその主催したりとかあとは他にもいろいろコミュニティ活動をやって Python が日本に広まるといいなってことをやっておりますで今日なんですけど、えー、お昼ちょっと時間ずれると思うんですけど、えー、お昼にご飯を食べながら20階にオープンスペース アンカーですかオープンスペースありますのでそこで PyConJP アソシエーションミーティングというのがありますで。この理事の面、私のほかに全部で5人全部で5人の理事がいるんですけど、理事とこ,うこんなことやってきましたって話をして、でどうすか、もっとなんか広めるためにこんなのどうでしょうみたいなディスカッションができると嬉しいので、まあ、日本に Python 広めるのに興味ある方はぜひ来てくださいはい。 え次、会社の話、一応これも宣伝しておかないとねということで、えーと、会社でちゃんと仕事もしています。えー、B プラウドって会社であ、Python で仕事して、コンパスとか PyQ とかトレーサーリーみたいなサービスもやってたりしてますよと。ね、B プラウドはブース出してますんで、まあ、興味のある方はぜひ行ってください。えー、とこういう野蛮な人がブースにいます、はいえー。We are hiring ということで、一応伝えておきます、はい。次、では本題に戻りまして、発表のモチベーションですね。 あ構造化パタ,構造的パターンマッチングっていう言語を使用できたんですけど、まあ、結構便利だなと私は思っていてでも多分あんまり知ってる人はそこまでいないかなと思ってるので、まあ、皆さんに知ってもらって使ってほしいっていうのがまあこの発表のモチベーションですなので知って使ってもらえるっていうのがこの聞いた後にあなるほどこういうふうに使うのねって理解してであこうパターンがいろいろあってこういうふうに使うあなるほどそれぞれこういうふうに使い分けるんだみたいなことを知っていただき でゴールとして最終的によしじゃあ明日から試してみようみたいになるといいなと思ってますね、まあ、質疑応答とかで分かんないってことがあったら、まあ、時間があったらちょっとできるといいかな聞いてもらえるといいかなって思ってます、はい、で前提条件なんですけど結構コードがたくさん出てきてであの Python の基本的なコード文法とかは理解しててあと型ヒントとかもある程度分かってる方が、まあ、理解はしやすいような内容になっておりますので、はい、見てください、えー、こんな感じであの なんだろうな見出しは日本語あるけどそれ以外は英語でえっ、ー、とそれを日本語で喋ってるっていうスタイルでいきますはいえー、次最初に質問です皆さんに Python 3.10以上を使ってる人手挙げてわけであでも半分ぐらいですかね半分ちょい超えてるからい意外にはい皆さん新しいの使いましょうねはいじゃあその うち Python3.10 の新機能って何って知ってる人、あれ <laughs> 1>, 1人1人いた、2人ありがとうございます。はい、じゃあ,あの、そちらのオレンジの方、何知ってますか ?3.1010。は,かっいかはい、です、正解です、はいありがとうございます。正解パパパチチチはい というわけで、まあまあ、それはそうだよなみたいな感じなんですけど、話のぶり的に。バイソン3.10の新機能っていうのが何があるかっていうことで、放圧運用のページとかあの、ドキュメント、ドックスパイソンオルグにありますので、ぜひ見てくださいと。3.10.11のリリースノートとかにも、まあ、こういう新機能あるよって書いてあって、まあ、このページ行くと、お前誰やねんみたいなやつがこう蛇がいますと。これ、よく見ると、ですねこの周り、ここにメジャーなこの新機能が実は書いてあるんですね、これ、5つ書いてあるんですよ。 それが何かというと、これで、ペ、えー、ランタサイズとコンテクストマネージャー、コンテクストマネージャーがカッコで囲めます、タイプの文法がより良くなりました、エラーメッセージが分かりやすくなりましたで、構造的パターンマッチング、それからデバッグがしやすくなるこういう機能ができました、みたいな感じになっております。はい、で今日はこの構造的パターンマッチングやりますよっていうのが本題です。というわけで、構造的パターンマッチングやっていきましょう。あ後ろの方、全然中入ってきてください。席空いてますよ。はい、では構造的パターンマッチングいきます。 で構造的パターンマッチングなんですけどこれめちゃくちゃ機能がでかくてあの Python で新機能を作るときに PEP って書かなきゃいけないんですけどその PEP が3つあります普通は1個なんですけど3つあるっていうのは、まあ、そんだけ機能がでかいんだなみたいに思ってもらえればいいかなと思います、まあ、詳しくは見てくださいとでその中にこの PEP でなぜこの機能を作りたかったんですかっていうそのモチベーションが書いてるんですねこのの構造的パターンンマッチングっていうのを 3.10に入れないんだなぜならばということでここで書いてるのはハスケルとかアランとかスカラとかエリクサーとかルビーとかにこういうのはあるんでいいんじゃねえって思ってるみたいな感じのことが書いてありますこれは、えー、とあ名,前が名前が出てこなかったあ名前忘れちゃったごめんなさい、えー、とそこのペッポーさんの方が書いてますとでどういうことかっていうと上みたいなコードよくありますよねっていうなんか来てその X がタップルかどうか確認し長さを確認しみたいな まあこういういのよくあるかなみたいな型を確認してね長さもチェックするでこれを構造的パスタルクチュアパターンマッチング使うと下のように書けて分かりやすくないっていうこういうのがモチベーションですね分かりやすいって思ってもらえるといいかなと分かりやすくなんか書きやすくないみたいなね構,、えー、構文はこういう感じですと基本的にまずマッチっていうところの後ろに何か変数だったりとか式とか書いてでその値がこの下にあるケースのどれかに上から順に どれかと一致したらその中のアクションを実行するっていう形になっていますケースパターン1にマッチしたらアクション1が実行されるどれか1個ですねどれか1つで一番最後はワイルドカードっていってどれにもマッチしなかった時これがその最後のやつが実行されるって形になってますと、ね、1個その3.10で新しい、えー、と原文法上の、えー、と仕組みができましたとそれがソフトキーワードっていうのができたんですね でソフトキーワードはマッチとケースアンダースコアというこの今回のストラクチャルパターンマッチングに作られたんですけどでソフトキーワードは識別詞に使います変数名みたいなこんな感じでマッチイコールマッチって変数にアサインできるんですけどクラスはキーワードなんでエラーが出るんですねこういうようにちょっと違うなぜならなぜこうしたかっていうとやっぱマッチっていう変数絶対もう今までのコードにあるよねっていうことだからそれ回収してくださいっていうのつ辛いのでソフトキーワードになってますって感じですね はい、これはもうあの試験に出るところです次、えー、パターンで先ほどあのこういう感じですねこういうふうにマッチって書いてケース何ケース何ケース何って書くんですけどパターンがいろんなのがありますよとストラクチャーパターンマッチがパターンにマッチするよっていうのをこれからやっていくわけですねまず1つ目のパターンですリテラルパターンえー、っとビアスタイルには文字列としてこのどれかが入ってきてみたいな感じですねでピルスナーだったらファーストドリンクってなるみたいな感じ でどれにもマッチしなかったら、この最後のアンダースコア、これがワイルドカードパターンですけど、えー、っとどれでもいいけど、まあ、ビールのスタイルだったらまあ好きですよみたいな、こんな感じのことが書けますよと。でもう1個、オアパターンっていうのがあります。縦棒がオアなんですけど、この場合、4行目は IPA、もしくはセッション IPA って来ると,いうことです、ね、4行目にマッチします。ことでですすね行目にマッチしま ワイルドカードがもしなかった場合ですね、リテラルパターンの中で、ワイルドカードのこの8行目、9行目、コメントアウトしましたで。この時にもしビアスタイルにエール打ってくると、2行目も4行目も6行目もマッチしないので、このマッチケースは何もしないで終了します。そのままただ抜けるっていう風になります。うんうん。便利そういや、別にそうでもなくないみたいにちょっと思うかなって思うんですよね、ここまでだと。ね ために、いふ文で書き直すとまあこんな感じかなって思うんですよね。ま、そこまでなんか変わんなくないみたいなって思うんですけど、まあ、似てるよねと。ねただ、実はま,あまだリテラルパターンとかちょっとしかやってないん、ね、でパターンマッチングはもっといろんなパターンがあるんでもっと強力なんでこれからもっともっと説明していきたいと思います。というわけでまずリテラルと変数バリアブルパターンというのがあります。 えー、これはタプルで,ですね2つ,のタプル、えー、2つの要素があるタプルで1つ目が,ビー,ルがの名前ビールの名前が渡って2つ目に食べ物が渡ると想定してくださいでこれどういう風になるかというとまずオーダーがこれ一番下の行のところがこれが実際に実行しているということですねオーダーが空ですからからの場合はこの3行目にマッチして何、えー、か,か注文してくださいってなります。で次 えーっとオーダーが IPA でフードはなしで指定しますそうするとこの5行目にマッチしますねでこの場合ビアのところにこの IPA という指定した値が入りますキャプチャーされるみたいな言い方をするんですけど代入されるんですねでその結果としてアイドリンクここがアイドリンク IPA ってなるっていうおなるほどと代入しなくていいんだもうここで代入されちゃうんだって感じ でこれ仮に、えー、と今度は2つの要素 IPA とナッツって渡しましたこれです、ね、そうするとこの9行目にマッチしてビアとフードに IPA とナッツって入るのでア、ね、イドリンク IPAWithNUTS ってなるなるほどちょっと便利そうみたいにちょっと思ってもらえるといいかなって思いますでもしもタップルの長さがこんな感じでオーダーが3つ要素があるんでそうするとまあここの前のところにはマッチしないので一、えー、個ビール1杯フード1個だよっていうふうに怒られる こんな感じでこれ、異風文で書いてみました。まあ、レイングス取って値代入してとかと、まあ、ちょっと複雑になったんじゃないかな、なんかさっきのがこっちの方がちょっと見やすいかなって思ってもらえるといいかなって思います。どっちが好みですかね、どうですかねみたいな、皆さんの中でちょっとイメージしてもらえるといいかなと。で、このケースでこう書いてるんですけど、あの順番は重要で上から順にチェックしていきます、一致するかどうか。 でこれさっきの書き換えて、一番上、3行目にビア、フードって両方書きましたと。でこうするとどうなるかっていうと、14行目で、えー、とビ,ールのビールは空で、フードはナッツって指定しました、でもこれ、この3行目にマッチしちゃうんですね、ビ,ビアに空が入って、フードにナッツって入っちゃうから、アイドリンク、ブランク、ウィズナッツってなっちゃう、これ、まあ、バグですね、こう書いちゃうと、5行目以降には、あのここに絶対行かなくなっちゃうってうことですね、こういうの、ご注意ください。 はいまあ、よくあるバグかなと思い、いフムで順番間違えたと同じ話です。こんな感じ。はい、では、えー、クラスパターンっていうのが出てきます。ま,あ、まだちょっと、えー、そんな便利じゃなくないそうでもなくないとか思ってると思うんで、もうちょっといろんなの説明していきますね、えー。こんなクラスがありますと、注文クラス、オーダークラスがあって、えー、とデータクラスでビアとフードっていうのを持つことができますと。で こんな感じで、えー、と3行目見てもらうと分かるんですけどオーダークラスの中でビアが空フードも空の時はここにマッチみたいなさっきのタプルバージョンを今度クラスバージョンに書き換えてみましたこんな感じにできますとでまあ片っぽビアだけ入ってたらこうやってビアだけをこうやってビアイコールビアってやると取り出せるんですねこれもキャプチャーされるでフードイコールフードで取り出せるしビアとフードが両方入ってたらこうなるしあちょっと見やすくないっすかみたいな こんな感じでちゃんと,さ、えー、とビールとフードがきちんと注文できますみたいな。便利、便利って個人的には思いますと。で、えー、とこ,れこれがまあクラスパターンでこいつをまあこう If で書き換えると IsInstance でチェックし値があるかを見てでそれから取り出してとかってなるかなって思ってここまで来るとちょっと複雑じゃねさっきのが書きやすくねみたいな。 あと、理解しやすくないみたいな、結構うなずいてくれてる人いると思うんですけど、理解しやすいというのは結構大事かなって思ってます。見た感じ、あこういうふうに動きそうだなみたいなのが結構分かりやすくなってるかなと思います。でもっとクラスパターンで便利なのが、マルチプルクラス、複数のクラスを用意しました。ビール注文用クラス、フード注文用クラス、水注文用クラスっていうのを作ります。それぞれあの持ってる値はまた違いますとで。するとこんな感じで、えー、ビールが取れたら ビールクラスだったらこの動き、フードクラスだったらこの動き、ウォータークラスだったらこの動きみたいな感じで分岐できるんで、あの結構分岐がや,やりやすくなるかなみたいな処理が、こういう,うに分けることができますと。やりたいことはまあ今までとあんま変わらない感じ。で、If で書くと、まあ、イズインスタンスやってまあやっぱり値取り出すみたいな感じになるのかなっていう。はい。これがまあクラスパターンで、1個のクラスの場合と複数クラスを使う場合でした。次、えー、シーケンスパターンですね。リストとかタップルみたいなやつです。 えと今回のえっとシチュエーションとしてはオーダーがまあテキストで来ますとスペース区切りで,でこいつをスプリットしてこの場合1番目だとビア、IPA、パイントで3つの単語みたいな感じで注文したいなと思すフードの時はフードの名前が後ろに来るみたいなでえーっとシンケーケンスパターンはこういうふうに長さでマッチさせることができですね書括弧の中にアクションって書くと1個だけの場合アクションネームって書くと まあ、アクションネームっていうのはこ今回1個目がアクションを指定しているものとしているのでですねでフードナッツ、ウォータースリーってやると2個目の、えー、とこ,こ,にここにマッチするしビア、スタイル、サイズってやるとここに入るみたいな感じですねでこんな感じでなおかつ、えー、とマッチングスペシフィックバリュー、えー、と2位の値でマッチするっていうのが別にこれはシーケンスだけじゃなくて何でもできるんですけどこの場合はビルっていう長さ 1>, 1だったら完全にマッチするし、ここはフー最初はフード文字列で2個目の値がこのフードっていう変数に入るみたいなこっちも同様ですね、ウォーターも同様で、ビアの時は3つ引数、引数じゃないな、3つの長さ3のリストまたはタップルみたいなこんな感じでシーケンスにマッチさせることができると方法ほうほうなるほど雰囲気分かりやすいんじゃないかなと思ってもらえるといいんですけどね、えー、マッチした時にサブパターンを補足するっていうことができて この今回、サイズとしてうちのお店は、えー、とビールはパイントとハーフパイントしかありませんとっていう場合にこういうふうに書けるんですねビールでスタイルで丸カッコで囲んでパイントまたはハーフパイントにマッチしますとこんな感じだからここに、えー、と例えばビア、IPA スモールってやるとそんなサイズはないのでこのケースにはマッチしませんってなるわけですねでここでハーフパイントとパイントを取り出したいサイズがわからないんですけどどうやって取り出すかというとその時に a ズパターンというのを使います でさっきの丸括弧で囲んだ後に、a s s i z e って書くと、このパイント、もしくはハーフパイントって文字列がサイズ変数に入るんで、えーと、無事ビールを注文できるようになりましたって感じですね。えー、それからあの、複数の値にマッチさせたいってあると思うんですよね。えー、と料理を注文するときに、今まではフード、ナッツしか言いなかった。でも、いや、じゃなくて、一度にフード、ナッツ、フ,フライズ、ピアピザって注文したいよと。 じゃあどうしたらいいのっていうこの場合だとこれ1個しかないからこれマッチしないじゃないですか。注文フードは1回1個だけですみたいな。えー、めんどくさいみたいに思うじゃないですかで。この時どうするかっていうと、この後ろの変数にアスタリスクをつけます。キャプチャーする変数にアスタリスクをつけるとあのタプルとなって後ろの要素全部が入っていきます。なのでこう書くと,、えーとフ,ードえー、フード文字列アスタフーズってやることによってフーズの中にはナッツ、フライズ、ピッツァっていうのがタプルで入るので。 えー、複数の注文が食べ物が一気に注文できるようになってハッピーって感じですねこういうふうに使えますはいマッピングパターンです、えー、っと辞書にマッチするようなパターンですねまあ今までやったのと大体同じような感じであとはこのマップ、えー、っとごめんなさいパターンのところに波カッコキーワードバリューキーバリューみたいな辞書っぽく書くとマッチしますということでこの場合はまあフード注文 用の辞書だったりビール注文用の辞書だったりっていう感じのが指定できますまあ今まで見たのと似た感じをマッピングパターンで書き換えましたでもなんかめっちゃ長い JSON とかこうパースした後のやつにここに値入ってるかなとかってマッチさせるときとかに結構便利じゃないかなと個人的には思っていますマッピングパターンあとはまあこれマッピングパターンがどうこうってわけじゃなくて別にどこでも使うんですけどビルトインクラスにマッチさせるっていうこともできてあのこんな感じでフードはストール格 STR カッコカッコフードって書くこと言ってここがフードの中身が文字列じゃないとだめってことですねで逆にウォーターはまあこれ水の配数をか入れるってことに想定してるんでイントしか受け取りませんとこんな感じで書くともしオーダーディクトがウォーター3って文字列だった場合はこのパターンにはマッチしないっていうふうになりますこういうように制限することができるんですねどうでしょう便利さ見えてきましたかねはい で最後にえまあいろんなパターンやったんですけどガードっていうちょっとパターンとは別の要素なんですけどただえと構造的パターンマッチングの中に出てくるえ仕組みの一つでガードっていうのがありますでこれ何か今回さっきあのウォーターさんとかって注文でしてたと思うんですけれどもまあ水を例えば100杯くださいとかお店で言われると困るじゃないですかなのでまあここの場合では例えば1回に注文できるのは1杯から8杯までとしますと。 で9杯以上はだめよ。あと、当然0とかマイナス1も注文できませんよとさっきイントってやっただけだとそれは防げないじゃないですか。で、どうするのかっていうので、ね、ガードっていうのが使えます。で、ガードって何かっていうと、イフ文をパターンの後ろに書きます。ここですね。ここで、ウォーター、イント、カッコカッコ、ナンバーって書いた後に、イフ、ナンバーが1から8の範囲って書くと、この、えー、と5行目のパターンは、 このガードで1から8の範囲っていうふうにガードされてるんでそれ以外の場合はこのケースにはマッチしないっていうふうになります9とか0だったらマッチしないのでこっち側ですね7行目のウォーターでアンダースコアっていうのにワイルドカードにマッチしてあのナンバーは正しい値じゃないよこれはまあ文字列でもここに入っ,ここっ,て,言って7行目に来るし、まあ、10とか指定してもここに入ってくるって感じですね。こうやってあの 水はこう適切なな数だけ注文できるようになりましためでたしめでたしみたいな感じ。というわけで、えー、とめっちゃ情報いろいろあったかなと思うんですけど、まあ、あのちょっと使ってみたらいいかなって思ってもらえるといいかなと思ってますとでまとめですと、えー、今日話したのは、まあ、まずそもそもこのトーク何話したいのっていうのはその構造的パターンマッチングで今日説明したやつが、まあ、便利そうかなと個人的には思っていて、ね。 ただこの実際にこう使いこなしてるみたいな話をそこまで聞かないかなと思っててやっぱりいろんな人に使ってもらってまあこうだったよみたいな情報がこう世の中に出てほしいこういう時にこう書き換えて便利でしたとかいう情報とかがたくさん出るといいなと思ってますなのでまあちょっと良さそうだなと思ったらぜひ皆さんあの持ち帰って何らかのプロジェクトとかで使ってくれると嬉しいなと思ってますとで新機能の話をしましてでその後に構文としてあのマッチケースっていうのがありますよと。 であとソフトキーワードありますよって言った後に実際にそのじゃあマッチケースっていうところのケースの後ろにパターンいろいろあるんでこういうパターンはこういう風に使ってこういう風に動くんだよみたいなのをバババババッとこうコード例でと一緒に説明をしました結構まあ今1回聞いただけで当然理解できたらまあ天才だと思うのであのなんとなくあこういう雰囲気ねっていうのを今日は押さえてもらってで実際にじゃあ手元で動かしてみよう Python3.10 あったらこのコード全部動かせるわけで あの試しに動かしてああなるほどこうなるんだこう書き換えたらどうなるんだろうとかって試してもらえるといいかなと思っております。はい、というわけで、えー、構造的パターンマッチングをぜひきょ、えー、日,日から試してから試してもらえる人が1人でも増えると嬉しいあの発表した側としては嬉しいかなと思っております。でえー、リファレンスはこういう感じでリンクいろいろしてますんで見てもらえればと思います。はい、どううもありがとうございいました <laughs>、はい でえー、まだちょ,っとちょっとだけ続きがあって、えー、最後にですね2つ重要なお知らせがあります、皆さんに、えー、まず1つ目、えー、パイコンエンパク2 0 2 3オリジナルビールっていうのがですね今日明日か、明日の夜のパーティーにあります、はいこれ、もう缶も出来上がっててラベルもあって、ものはもうできて、今もう運んでるのかな、ね、これは明日のオフィシャルパーティーに参加した人じゃないとまず飲めるチャンスがない。 市場に一応出ますけどあのこ,のこの作ったのが新潟の佐渡にあるブリュワリーに私も行ってお手伝いしてこうあの言われるがままにこう作業をしたんですけどほらお前釜に入れろみたいなやってきたんですけど、えー、とも,しもし皆さんあのビールを飲むことができる人なのであれば。 と必ずパーティーチケットを買って参加してください、5000円です、はい、ビール絶対おいしいと思います、これが一つ目のお知らせ、でもう一つ、ですね、えー、とスプリント、えー、日曜日にスプリントやるんですけど、スプリント終わった後飲み会がないらしいので、まあ、個人的に非公式スプリント打ち上げっていうのをやりますので、えー、とコンパスにイベント立ってますので、ぜひ、スプリント行くよっていう人は、やっぱり飲みに行きましょうみたいな、<laughs> って感じですあの、こちらから登録できますんで。 はい、あのどこですかって、分からなかったら、後で聞いてください。はい。というわけで。はい、以上で、本当に発表を終わります。ありがとうございました。発表ありがとうございました。ビール楽しみですね。ですね。<laughs> はい、じゃ、質問がある方、えー、挙手をお願いいたします。 はいえっと、発表ありがとうございました、まあ、今日なんか伺った話を聞いと、なんか正規表現でもできそうだなっていうのが結構多くてはい、はいな、なんですけど、まあ、今まで正規表現で頑張って、なんかわけのわからない文字,文字を <laughs> 使ってたやつを、まあ、パターンマッチング使えば、まあ、見通しよく書けるのかなと,はとも思ったんで、まあ、今後そういう感じで使っていけばいいのかなと思いましたが、どううでしょうか、えっと、まず1つ言えることは、正規表現って基本的に文字列 に対して行うことじゃないですかと思っていていでもパターンマッチングで、まあ、例えばリテラルパターンとかのバリエーションとかで文字列のやつを正規表現だったのを分けるはいいと思うんですけどだけどクラスの分岐だったりとかあの辺は絶対実現できないのでっていう意味ではあのー、多分構造的パターンマッチングの方が、えー、対応している範囲は全然広いのかなって思いましたはい、はい、これ回答になってますか、はいはい、ありがとうございいます はい他にあじゃあそちらのはい,はいぜひぜひまあ終わった後とかでもね私見かけたら声かけてもらえればと思いますどうぞはいえっとご発表ありがとうございましたはい、えー、パターンマッチング非常に便利そうであの自分で作るアプリケーションとかのコードでは3.10にして ぜひぜひ積極的にマッチして使いたいなというふうに思うんですけれども、うん、あのライブラリとかで3.9未満もうちょっとサポートしたいなというときにこういうマッチの構文を使うことができるのかというところでまあなんかちょっと厳しいかなという気もしてるんですけどそういうときに何か回避策いい方法とかあったらすごく伺いたいなと思っていやそれはないですね、はい、結局、はい、そのまあ Python 版ーを見て 分岐してもいいと思うんですけど、結局同じその分岐を if 文とマッチケースで書かなきゃいけないわけで、それはあんまり嬉しくないじゃないですか。結局は別になので、それよりはなんか計画的に3.9以降を切っていくとか。まあ2年後とかですかね。ライブラリとかで言うとぐらいかなと思うんで、まあ、そうですね。っていう感じにならざるを得ないのかなって思います。 まあみんな三点十を使えということです、ね。あ、まあそうですね。あのパターンマッチいいなと思ったら、まあ三点十でプロジェクター、三点十以上でプロジェクトやろうよみたいな感じで言えるといいのかなとか、まあそういうモチベーションでやっていくのはありなのかなって思います。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ後ろの方、はい。今の直前のに付随してなんですけど、この構文は三点九以前でパースできますか？ できません、エラーになります。マッチがそもそも存在していないので、いきなり行頭にマッチあって。何になるかな、まあ、信託セーラーになりますね。あ,あ、じゃあ。えっと、基本。その。この構文が入ったものが。三点九の。で、インクルード、あの、インポートされた瞬間。落ちる。落ちると思います。わかりました。はい、い落ちると思います。ありがとうございます。他に。いらっしゃいますでしょうか。あ。一番前の。 えとさっきそのクラスのパターンマッチとかだと例えばあのデータクラスを実装してる、まあ、データクラスでデコレートされたクラスとかいい感じにマッチしてくれるという、はい、だいぶなんか見た目的にはかなりいい感じなんですけど、うん、例えばその自作のクラスとかだと例えばその統治性とかを自分でドゥンダー EQ とかで実装できたりできると思うんですけど、はい、なんか自分でそのなんていうかマッチをカスタマイズしたいユースケースがある気がしててそれとかって知見だったりしますかおー ないっないっす面白いですね確かにできそうでも内部的にはこれ結局あのイフムンでやってることと同じことをやってるので多分段階要求とかで定義すればそれは動きそうかなって気はしますねちょっと楽しそうなんでうんうんと確かに確かに手を動かしますはいそうですね定期に手を動かしてその辺あのアウトプットしてくれるといいかなって思いますありがとうございますありがとうございますありがとうございます他にいらっしゃいますでしょうか。 たくさん質問いただけて嬉しいです。ありがとうございます。発表ありがとうございました。えっと今回あの割と構文とか記述の仕方みたいな話がメインだったと思うんですけど、はい、えっと if 文で書くのに比べてパフォーマンス的にどうか確か早いっていうふうに話を聞いたことあるんですけど、そのあたりってえっとどんな感じで。 えとパフォーマンスが上がるのかとか下がるのかみたいなところの、はい、見解があればありがとうございますえとちょっとここそこは私も明確な答えはまず持っていないのでちょっと計測してもらった方がいいと思います。あとそので 初めて出た時にブブラントブッカーさんだ、えー、とこの作者のブラント・ブッカーさんがこ PyConJP の,のキーノートでこの話をしてくれたんですけどその時に言ってたのはやっぱ3.10の時にはまだそこまでその最適につくなんか内部的に構造化されてないのでそのバイトコードとかを3.11とかでもどんどん改良していくみたいな話はしていたのでまだパフォーマンス的にうんぬんいうのはそんなにないのかなと思っています。 でえーっとまあ、結局はここの,そのマッチケースの分岐のところを、まあ、なんていうのすごい短い時間に1000万回とか通すのかどうかみたいなことが大事だと思っていてめちゃくちゃ通すんだったら、まあ、それはやっぱ計測してちょっと考えてくださいだし多分なんかマッチケースで複雑なのを書くよりも前にやることあるじゃんって個人的には思っていてでそれよりはやっぱりここで、ね、私的にはやっぱりっと見て理解しやすい。こういうい 分岐だよねって理解しやすくて保守性が上がる方が大事なのかなと個人的には思ってますだからコメント書かなくてもわかるみたいな感じはいありがとうございます、はい、ありがとうございます,います、はい、では時間になりましたので、はい、鈴木さんの投稿終了しますあ、発表ありがとうございます。はいどうも聞いていただいてありがとうございました、はい、パイコンエンパク楽しんでください